続きまして蘇州夜曲を演奏していただきます。これも私緊張しながら言ったんですけれども、蘇州夜曲の方がどうしても言いやすくて、でも蘇州夜曲ですね、蘇州夜曲を演奏していただけます。1940年代の映画のテーマ曲として、日中の方によく知られています。日中の男女の愛を語っています。張先生、日本人の女性はどう思いますか？すごく優しいと思いますよ。世界中有名な女性で、今日大好きです。日本人の女性と中国人の女性でしたらどちらを選びますか？ちょっと違いますね。全然違いますね。全然じゃないけど。でも日本人の女性は僕のイメージはいつもすごく優しくて、結構本当の例えば太極拳の陰陽と言いますね、すごく陰の太極の感じ、すごく優しくて水っぽい柔らかい感じ、そんな感じ。ありがとうございます。先生いかがですか？大先生蘇州夜曲。